ラチェットクランクラチェットクランクラチェットクランクはソニーコンピュータエンタテインメントより2002年12月3日に発売されたプレイステーションに用アクションゲームインソムニアックゲームズがサーニーゲームズノーティドッグの協力を得て開発したラチェットクランクシリーズの第一作目2016年にはプレイステーション4にて 本作のリブート版、ラチェットクランク・ザ・ゲームとそれをベースにしたアニメ映画、ラチェットクランク・ザ・ムービーが制作された。日本では2016年8月9日にリリースされ、アニメ映画は劇場公開せずにゲームソフトとの同梱版も発売された。銀河の辺境、惑星、ベルディンに住むロンバックス族の少年、ラチェット。 彼の夢はお茶の間で大人気のヒーロー、キャプテンクオークのように宇宙を冒険し、有名になることだった。ラチェットは夢を叶えるため宇宙船を開発していたが、宇宙船の軌道に必要なロボット軌道キーがないため、途方に暮れていた。同じ頃、ブラーグが支配する惑星カルトゥのロボット工場で一体の不良品ロボットが誕生した。ロボットは偶然発見した。 インフォボットと共に、ブラーグの魔の手を逃れるため宇宙船で脱出する。しかし、ロボットの乗った宇宙船はブラーグによる追撃の結果、攻撃を受け惑星ベルディンに墜落してしまう。墜落する宇宙船を目撃したラチェットは、赴いた墜落現場で、ロボットのようなパーツを見つけ回収する。そのパーツは、実はロボットそのもので、ロボットはラチェットに、 銀河の危機を救ってくれるヒーローを探していると話し、自らが持ってきたインフォボットを見せる。ラチェットは助けてあげたいが、宇宙船が動かないと話すが、宇宙船の軌道に必要なロボット起動キーはロボットに内蔵されていた。二人は宇宙船に乗り込み、惑星、ベルディンを後にする。宇宙をかける宇宙船の中で、二人は互いに自己紹介する。ロボットは、 シリアルナンバー B5429 と名乗るが、ラチェットはクランクと名付けた。こうして、二人の銀河を股にかける大冒険の幕が上がった。ゲーム中には、多くの惑星が登場し、各惑星が1ステージを構成している。惑星間を移動するときには、スペースシップという小型の宇宙船を使用する。このゲームは、様々な攻撃ができる、ガラメカを駆使して、 敵を倒していくものであり、ガラメカの種類によって攻撃の方法が異なる。また、一部のガラメカはゴールデンウェポンを購入するとカラーリングがゴールドになり名称もゴールデン、ガラメカ名になる。前述のガラメカとは異なるステージを進むための仕掛けを解いたりするガラメカ。前者のガラメカとも異なる特定の場所で必要であったり、 ラチェットが常に身につけていられるもの。ありがとうございます。